横浜馬車道のクロコダイル専門ブランド馬車道今井です。今回紹介するのはカスタムオーダーで完成してきました藍染め濃紺色のポロサスを使用しました馬車道今井定番ラウンドファスナー長財布です。この日本の藍染めは今海外のメゾンブランドもとても注目しています藍染めポロサスの濃紺色になります。今回はお客様からのカスタムオーダーでお作りをさせていただきました。何枚かこう藍染めもご用意をさせていただいて選んでいただいたのがこの1枚になります。すごく力強さもありますし藍染めならではのこう深いこの濃紺色、まあ、とても魅力的です。事業の発展にきっとつながるかなと思っております。定番ラウンドファスナー長財布は作成前の予約期間にご来店いただければこのように革を実際見てこう触ってプラスこうやって型紙もこういう風に当ててどの革にするかっていうのをこうお選びいただいております。他のフルオーダーセミオーダーとかも一緒なんですけれどもご来店いただけるのであればぜひお店に来ていただいてですね、例えばこれとこっちこの2枚でもこれだけやっぱ布の出方が違います。こういうのを実際見ていただいてオーダーいただければと思います。遠方の方にはこういうふうに動画を撮ってこれでどうですかっていうのでご興味があればこういうこの辺の端っこの革を送ってオーダーをいただくということもしておりますが、なるべくご来店いただいてこうやって本当にもう手で触って実際にこういうふうに手に取ってこの実物を見ていただいてですね、それでオーダーいただけたらと思います。やっぱり実際見るとこの輪にやっぱり個体差もすごくありますし、なんか出会いの1枚みたいなのも必ずありますので、ご来店いただける方遠方の方でもぜひ飛行機に乗って新幹線に乗って来ていただいてこの最高の1枚をこう選んでいただければと思います。藍染めの濃紺になります。これも濃紺でこっちも濃紺なんですけれども、こんな風に同じ濃紺でもロットの差によってはこれだけ色が違ってきたりもします。こっちは花あさぎ色、なんとも綺麗な色です。最近こういう薄いブルーも男性にすごく人気がありますし、特に年明けにふさわしいすごく綺麗な爽やかな色だと思います。そろそろ買い替えようかなっていう方はご検討されたらどうかなと思います。この藍染めっていうのは日本ならではの伝統の染めなので、最近海外のメゾンブランドなんかもこの辺すごく注目されている藍染めのクロコダイル、それもポロサスになります。どれも トップクオリティの中からさらに選んでますので、国内で調達できる藍染めの最高級がこの辺に並んでおります。馬車道今井にこうやって見に来ていただけると藍染めのポロサス、それもトップクオリティ、これ以上日本の中でいい藍染めは手に入らないっていうものを揃えておりますので、ぜひご来店いただいてこう触って見て触って手に取ってこの1枚どっちの1枚にするかっていうのをお店で選んでいただければと思います。